こんにちはフィフィですロシアが足元を見られてかなり不利な貿易を強いられていますまあヨーロッパの国々はどんどんロシアとの原油の取引をやめているんですけどそうした状況の中で中国などロシアと親しい関係にある国々は 積極的にロシアとの原油取引をしているんですね。というのもこうしたロシアが苦しい状況だと、まあ、かなり 中国に有利な取引ができるからなんです。まあ、例えば、安い価格で原油が取引できます。しかも中国はドルを使いたくないから、人民元で支払うと強気な態度なんですよね。ロシアは完全に足元を見られていて、中国のいいように原油取引をしなきゃいけない状況なんですね。まあ、それでも原油を売らなければロシア経済は成り立ちません。 これまでロシア経済のその大部分を支えてきたのは原油の輸出ですからね。で、ロシア最大手の銀行であるズベルバンクが最近中国の人民元建ての融資を始めたことを明らかにしたんです。これは人民元の使い道を考えないといけないからなんですね。まあ、ロシアとしては西側からの金融制裁でドル建ての資金決済が難しくなってしまって ドルがなかなか手に入らない。まあ、原油の代金は本当はドルで支払ってもらいたいわけですけど、中国はドルを持っておきたいからそうはいかないということで、仕方なくロシアは人民元での取引を始めたわけですね。まあ、あと全く同じ理由でインドとの取引についても、ロシアのズベルバンクは今後インドのルピーで取引をすることを検討しているそうです。まあ、仕方ないですよね。 とにかく今ロシアはヨーロッパの国々が原油を買ってくれないので中国やインドといったこうした国々と取引することで穴埋めするしかないんですただ人民元にしてもルピーにしても国際決済通貨の割合はとても低いんですね、まあ、他で使いづらいんです、まあ、EU は今年の年末までにさらにロシアからの原油の輸入を減らして完全に停止する方針です ロシアは困るのは EU の方だと、まあ、強気ですがロシアの収入源が大きく減少するのでロシアにとってはすごく痛いはずなんですね他の国が買ってくれるとは言ってもこうして中国やインドのようにドルで支払ってくれないとかあとはかなり安い価格で買われてしまうとか、まあ、ロシアにとっては悪い条件なんです 実際ロシアは原油の価格を大幅にディスカウントしていて EU 以外の国々に買ってもらうと必死なんですロシアは最近アジアの数カ国に対して大幅な割引価格での原油を長期で買ってもらえないかと、まあ、そういった話を持ちかけているそうです。 しかも最大で30%の割引価格でどうかと言っているそうなんですね。インドネシアの政府関係者もロシアが国際市場価格よりも約30%も安い価格で石油を販売すると提案してきたと、これをインスタグラムに投稿して暴露していました。 ただインドネシアとしてはロシアと原油の取引をしてしまえばアメリカの制裁ルールに違反してしまうから、まあ、いくら条件が良いとははえ実際には慎重なんですね。AU はロシアに対する制裁についても安く買ってそれを第三国へちょっと高く売るなんてことも禁止しているんです。 で経済で西側から追い込まれているロシアですが実は今ウクライナでの戦況も厳しくなっているんですね最近イギリスやアメリカがどんどんウクライナに支援をしていますからウクライナ側の優勢な動きが目立ってきているんですでロシアの方はといえば兵士が疲れきっちゃっているんですねまあそうですよねプーチン大統領の野望とプライドのために 多くの命が失われて、さらにはロシアの経済もどんどん悪化しているわけですから、まあこの戦いがロシア国民のためなわけがないんです。ロシア兵の士気が下がって当然なんですね。しかも軍備も不足してきているんです。で、これも何とかしなきゃいけないということで、ロシアが北朝鮮に軍備の増強と兵士の増強を頼っているというんです。 で、まず、軍備の増強ですが、ロシアは北朝鮮から弾薬の調達を検討している可能性があるといった報道があったんです。しかも、こうした疑惑が日米韓の交換による協議で話し合われたというんですね。北朝鮮からの武器の輸入は国連の安保理決議に違反するんですね。あと、北朝鮮が 約10万人の志願兵をウクライナでの戦闘に送る考えがあるとアメリカのニューヨーク・ポストなど複数のメディアが報じているんです。プーチン大統領に近いロシアの軍事評論家も8月の初めにロシアメディアの討論会でこのように話していました。 北朝鮮の志願兵10万人がロシアに来て軍事作戦に参加する準備ができているという報告がありさらに北朝鮮の建設業者も我々と一緒にウクライナの占領地域を修復するために働く準備ができているとこう話していたんですねさらにこの方北朝鮮の兵士について粘り強くてやる気があると評価していたんです まあこれ北朝鮮が自国の兵士を送るのにはメリットがあるんですね。北朝鮮は今食糧難で国民が苦しんでいるだけではなくて兵士も食べさせてあげられてはいませんからまだウクライナの戦闘に送ってロシアに面倒を見てもらう方が北朝鮮の兵士たちの体力を温存することができるのかもしれません。 で北朝鮮がロシア支援のために兵士を送るという情報についてイギリスの北朝鮮専門メディアはこのように伝えています北朝鮮はこれまでベトナム戦争からイラン・イラク戦争シリアの内戦まで外国の紛争に軍隊を派遣してきた、まあ、10万人という人数はともかく少人数の軍隊ならば参加する可能性はあるかもしれないとこう報じているんですね あと最近ロシアは北朝鮮に小麦を輸出するるなど食料支援もしているんです、ね、まあこうした背景から北朝鮮がロシアからの支援の代わりに自国の兵士を派遣することも十分にありうるということなんですね。またロシア軍はウクライナでの戦闘で8万人もの死傷者を出しています。 プーチン大統領は兵士の数を増やすために大統領令に署名したり兵士を増強するのに今必死なんですよね、まあ、だからこそ北朝鮮からののの志願兵の参戦の可能性は高いわけです、まあ、ただこうして戦闘が長引くにつれてプーチン大統領は政府内でで孤立していくんですねそれを恐怖政治でなんとかつなぎ止めているだけなんです え最近ではプーチン大統領の支持基盤であるはずの反欧米派愛国保守派強硬派がプーチン大統領を批判し始めたというんですね、まあ、驚くことにロシアの市議会議員の中でもえプーチン大統領を国家反逆罪で告発すべきだと提案する動きまで出始めたというんですまあ 実際にそれが成功するかは別として、まあ、勇気はありますよねプーチン大統領を敵に回せば暗殺される可能性が高いですからねロシアの独立系メディアであるザ・インサイダーが9月の8日サンクトペテルブルグの議員がプーチン大統領を国家反逆罪で告発することを市議会に提案したと報じました。 出席した議員の大半がこれを支持したため、レリングラード衆議会にこの議題を送ることになるとまで報じているんですね。まあ、ちなみにその国家反逆罪の中身ですが、このような内容でした。プーチン大統領は NATO がウクライナに接近しているため、ウクライナの非軍事化が必要だと訴えてウクライナに侵攻したが、我々が 目撃しているのは、ウクライナが西側から支援を受けていて、非軍事化どころか、NATO との距離が近くなっている。そして派遣されたロシア軍部隊が失われ続けているため、国家と国民の安全も害する事態だと。で、その上で、プーチン大統領は憲法第93条に抵触しているため、大統領を罷免しなければいけないと、まあ、こう主張しているんですね。 まあここまでのことを言っちゃって大丈夫なのでしょうか？え、この議員たちの身の安全が心配です。まあ、ただ、レニングラード州議会はこれに賛同するか分かりませんえ。多分難しいですよね。 ただこの議員たちは、プーチン大統領の主張を支持せずえ、プーチンが国家にとって有害な存在だと考える議員がいることをロシア国民に示したいえ。国家反逆罪で告発することが目的ではなくて、反プーチンを公に示すという狙いがあるそうです。まあ、ただ、こうしてお話ししてきたように、今確実に言えることは、えプーチン大統領は国際社会だけではなくて、 今後ロシア国内でも孤立を深めていくということでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそして p f チャンネルの登録もお願いします